口誠君、はい、立憲国民新緑会社民会派国民民主党浜口誠でございます。今日はよろしくお願いします。まず冒頭ですね、新型コロナウイルス感染症でですねお亡くなりになられた皆様に心からですねお悔やみ申し上げたいなというふうに思います。また今ですね罹患をして戦っておられる皆さんにもですね心からお見舞いも申し上げたいというふうに思っております。そして国民のですね命と健康を守り、我々の生活をですね支えていただいております医療従事者はじめとするですねエッセンシャルワーカーの皆様に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。まず最初にですね私の方からこれは要請です。雇用金ですね、雇用調整助成金日額上限1万5000円にですね引き上がりました。すでにですね8330円の時に4月5月でですね休業手当を労使協定で結ばれたところもですね今回1万5000円に上がったことによってですね訴求をして、で休業手当がですね増額された場合についてもですね差額が支給されるということになりますので、この点労働者の方からすればですね休業手当がですねより高い水準で支給されるということで、これ歓迎すべきだというふうに思っております。したがってこういうですね対応ができるんだと、4月まで遡ってもう支給が終わってともですねもう一度労使で休業のですね協定を結び直して高い水準を設定してもですね雇調金から支給がされると、このことをですね広く事業主の皆さんにもですね厚労省の方中心となってですね分かりやすく、雇調金大変分かりづらいんで分かりやすくですね告知していただくことをですね改めて要請をしておきたいというふうに思います。ありがとうございます。じゃあパネル結構です。では続きまして持続化給付金についてお伺いします。持続化給付金はですね先週段階ではですね5月1日2日のですね申請についてはまだ1万件近くがですね支給されてないと、でさらに1ヶ月以上ですね申請から経過しているものについてもですね約5万件がですね支給されてないというのが先週の情報だというふうに理解をしております。で、梶山大臣にお伺いしますけれども、今の足元ですね直近でどういう状況なのかということと合わせて、その専門チームを作ると先週言われましたけれども、専門チームこのですね未払いを解消するためのですね専門チームの具体的な体制、そしていつからですね専門チームがですね活動を始めるのか、その2点についてお伺いしたいと思います。梶山経済産業大臣。持続化給付金の現在の状況でありますけれども、申請数につきましては、昨日時点、6月14日時点で200万を超えております、206万8千件、そして支払いに関してですけれども、給付に関してですけれども、昨年、先週の12日、金曜日の時点で151万件にお支払いをしております。給付金額は2兆円を超えております。2兆円約2兆円を超えているということであります。その中で、今、個別の対応というお話がありました。5月1日の件で言えばですね、97% の方に、お支払いが終わっているということで、残り 3%、そしてその 3% の中の 0.3% は今、最終的な口座の確認段階ということでありますので、残り 2.7% の方があるということなんですが、これ、申請の後に審査がございます。審査にあたって、提出書類に不備があったり、また、支給要件に合わない場合もあるということで、やり取りをさせていただいている方が 2.7% ぐらいということであります。これ、マイページで詳細にはお知らせするような形に改善をしてまいりました。で、さらにまた、個別の対応ということで、先週、私が申し上げたわけでありますけれども、こちらでその今申しました 2.7% の方、5月1日で言えば 2.7% の方に個別に対応をして、そして新たな書類が出てくる、また新たな審査の条件、その対象となるものが出てくる、そういったような形で、できるだけ多くの方に確実にお支払いをしたいと思っておりまして、今、体制を整えているところでありまして、まもなくそういった体制ができるものと思っております。浜口誠君。体制、詳しく教えてくださいよ。先週、もう体制作るって言ってるんですから、遅すぎますよ、もう1週間経ってるんですよ。何も出てこないということ自体が危機感ないんじゃないですか。もう一度。梶山経済産業大臣。
まずは審査をした後に最終的な形になりますので、その専門性を持った方々にやっていただくということ、その後に、その ADR 的なものも作った上で、最終の確認をしたいと思っております。浜口誠君。全然答えてない。体制はどういう人員でいつから活動を始めるんですか。もう一度。梶山経済産業大臣。詳細の確定はしておりませんので、今しっかり組んでいるところですが、できれば今週末とか来週初めには対応できるようにしたいと思っております。浜口誠君。申請された方、5月1日2日の方はもう1日でも早く、1時間でも1分でも早く欲しいと思ってますよ。 2.7% で言ったってまだ5000件近い方がですね、支給されてないんですよ。申請された方からしたら1件は1件なんです。そのことを重く受け止めていただかないといけないと思いますが、もう一度。梶山経済産業大臣。しっかりと受け止めて、しっかりとした体制を作って、できるだけ早く多くの方に確実に給付をしたいと思っております。浜口誠君。はい、総理、遅いです。正直言って遅いと思います。で、今回ですね、支給遅れの状況も今マイページでお知らせするというお話ありましたけど、全体の情報がですね、やっぱり持続給付金のですね、ホームページなんかにですね、遅れの解消が日々どうなっているのかというのは国民の皆さんにですね、公表するぐらいのですね、対応があってしかるべきだと思いますよ。それすらないのはですね、やっぱりおかしいと思います。で、総理、お伺いしますけれども、ぜひですね、まずは5月1日、2日に申請された方で、まだ支給されてない方、ご本人と連絡取れてないケースもあるということは承知してますけれども、それ以外の方、ご本人とはですね、連絡取っている方については、もう総理自らですね、いつまでに支給すると、もう期限をですね、明確に決めてください。それ言ってください。安倍内閣総理大臣。今、遅いと言われました。確かにそういうご指摘もあることは我々も十分承知をしております。ただしかしですね、今梶山大臣が答弁をさせていただいたように、この1ヶ月間でですね、150万件ですよ。150万件ですね、お支払いをしていて、1ヶ月余りで2兆円のお支払いをしているんです。ですから現場がぼーっとしていて何にもやってないのでは全くないんですよ。全くないんですよ。で、1日の件についてもですね、これ残っているのは 2.7% なんですが、これはやっぱり申請する方もですね、人間ですから、これ何にも全く問題がなくて、受ける側がですね、受ける側が全然これ怠慢でですね、できていないというのでは、これは明確に申し上げなきゃいけないんですが、それではないんですよ。そこははっきりと申し上げておきたいと思います。それやはり書類の中にですね、さまざまな課題というか問題があったのは事実なんですよ。だからですね、だからそれを一人一人に連絡をしながら、こういうふうにしてくださいというようにお願いもさし、私もこれ、相当、経産省側に確認しました、ずいぶん経ったのにどうしたのって何回も、でそれはですね、やはりそういう理由がちゃんとあるわけでありまして、その申請者に連絡を取ったら、またなかなかつかなくなってしまった、あるいはまたですね、申請しても、こうこうこうしてくださいと言っても、なかなかそうなってないのもあるんですよ、これは正直に申し上げまして。ですから、なかなかここまでに至っているのであってですね、一人一人相当丁寧にこれやっているんですよ。残ったのは少しですから。でも、それ以外はこれ、こんだけ進んでいるんですから、そこはですね、一生懸命やっているということは評価もしていただきたいし、すべてがですね、こう経産省側の手落ちでということでもないわけであります。これ、行ったり来たりしながらですね、やっている。で、私も、たまたま受け取った方から話を伺ったんですが、相当丁寧に指導していただいてます。どのようにしてですね、これ、受け取ることができるかという、私は思っていたよりも、これはまた経産省関係で聞いたんじゃなくて、たまたま私の指定で受け取った方から話を聞いたんですが、そういうの指導もしながらですね、今日に至っておりますので、しかしこれからもですね、必要とされる方になるべく一日でも早くお届けをするということで、全力を傾けていきたいと思います。浜口誠君。メールだけ送って、はい、終わりというパターンも結構あるって聞いてますよ。それワンウェイじゃないですか。本当に一件一件連絡先もですね、持続給付金のホームページには掲載する申し込み書にはですね、書かれてますから、あるいは郵送でですね、はがきを送る先もですね、書かれてるんで、単にメールを送って返事がないから連絡つかないんじゃなくて、もっと丁寧に一件一件ですね、しっかりフォローアップして、着実に書類の不備があるんであれば何が問題なのかっていうのをですね、丁寧に一人一人の皆さんにちゃんとお伝えをして、それを改善して、本当、1日でも早く、1時間でも早く、1分でも早く、
届ける努力してください。そのためにはですね、専門チーム作るって言ったんですから、早く作るべきですよ。で、体制もしっかり整える。5万件やろうと思ったら、相当な体制作らないとできないんですよ、これ。その危機感を持ってですね、ぜひやっていただきたいと、このことをですね、お願いしておきたいと思います。あと、委員長、日々の持続給付金のですね、遅れの解消状況、これ、デイリーで決算委員会の理事会に報告するように、お取り計らいをお願いしたいと思います。ただいまの件につきましては、五国理事会において協議いたします。浜口誠君。はい、続きましてですね、休業支援金ですね、今回、労働者の方がですね、企業から休業手当が支給されない場合は、自らですね、労働者ご本人が休業手当のですね、申請ができる休業支援金がですね、創設されました。これは一歩前進だというふうに思います。ただですね、対象範囲が極めて狭いです。今回、中小企業のですね、労働者ということになっておりますので、ぜひこれ、加藤大臣、登録型派遣の皆さんですとか、あるいは日雇い労働者の方、学生アルバイト、こういった方がですね、今回の休業支援金の対象になるのかどうか、そして中小企業というのはですね、これ、定義からするとですね、製造業であれば従業員ベースでいうと300人以下、小売業でいうと50人以下、で、サービスとか卸売でいうと100人以下です。やっぱり狭いですよね。やっぱ多くの方がですね、こぼれてしまうんじゃないかと。一人でも多くの方をですね、この休業支援金のですね、対象にしていくためには、例えば影響が大きい業種の方については、もう人数要件外すだとかですね、一人でも多くの方が支給対象になるようにですね、これ、配慮していく必要があると思いますけど、いかがですか。加藤厚生労働大臣。まず今般の新たな支援金は、雇用契約がある期間中に事業主の命により休業しており、休業中に賃金が受けられない労働者を対象ということでありますから、その形態ではなくてですね、その条件に該当するということであれば、これは当然対象となる。ただ、業務に従事していない期間に事業主との雇用関係が解除されてしまっているという場合には、これ、対象となりません。で、先ほど登録型のお話がありました。で、登録型派遣で働く労働者の場合、派遣契約が終了すると、派遣元との雇用契約も終了するというのは、これ、一般的、だからまあ登録型ということになってますが、今般は中小企業に該当する派遣元事業主において、派遣契約が終了しても雇用契約を継続させる、派遣契約が切れてるけど、その派遣元との雇用契約を継続させていただければ、当該、まさに派遣元企業が、ごめんなさい、当該企業は休業させ、休業手当を支払ってない場合、まさに派遣元が休業させて、派遣、払ってない場合でも、これは対象になりうるということにさせていただいております。で、あとのいくつかありましたけど、それもまさに先ほど申し上げた定義の対象になれば、アルバイトであろうと対象にさせていただきます。また今般の新たな支援金は、雇用調整助成金の申請事務処理体制、資金繰りの面から休業手当の支払いもなかなか難しいという、こういう環境を踏まえて、中小企業において苦しい状況に置かれている、まさに休業手当を支給されない、こうした労働者を早期に支援するということで設けさせていただいた、特例的なもので、本来は雇用調整助成金にのっとって、休業手当が支払う、これがメインストリームで、そうでない、しかし雇用者を、あるいは労働者を守るというのが今回の定義であります。したがって、中小企業の定義についても、事業主の経営体力に着目して、中小企業主を支援しようと、中小企業主に雇われている人を支援するということでありますから、これも中小企業基本法の定義を一般的に活用しておりますので、今回もそれを使わせていただいたということであります。ただ、今回の支援金の創設と合わせて、大企業も含めて、日額上限を引き上げさせていただきましたので、大企業とか中堅企業に対しては、雇用調整助成金を最大限活用いただくよう、休業手当の支払いをこれまでも再三再四行ってまいりましたと、引き続きですね、やはり企業自らがやっぱり休業手当を払うということが、やっぱりいい労働関係、信頼ある労使関係を作っていく上にも必要だ、こういったメリットも含めてですね、しっかりとそうした取り組みをしていただけるように、引き続きわれわれも努力をしていきたいと思います。浜口誠君。はい、でも、こぼれる人がですね、これ、出る懸念があるんですよね、やはり対象が狭いですから。で、今回のですね、対象はですね、省令で定めることができるんです、省令で。だからいろいろですね、
こぼれない方、一人でも多くの方がですね、困らないようにですね、これ、しっかりとした間口を広げていく必要があると思います。総理、ぜひですね、総理自ら事業と雇用は何としても守り抜くんだと、いつも言われてるじゃないですか。それだったら今回の休業支援金もですね、しっかりとですね、多くの方がこの制度が活用できるように、省令で中小企業ということに限定せずですね、間口を広げるですね、判断をぜひしてほしいと思いますけど、総理、いかがですか。総理です、総理です。加藤厚生労働大臣。今の省令のお話がありましたけれども、今回 の雇用保険法等の改正案、先週成立をいただきましたので、即日交付する必要があるので、すでに先ほど申し上げた中小企業の定義に基づいた省令を出させていただいているということでございまして、その上で先ほど申し上げたような姿勢で取り組んでいきたいと思います。安倍内閣総理大臣。ただいま、厚労大臣から答弁をさせていただきましたが、まずはですね、しっかりと中小企業、小規模事業者の皆様方に対して対応、支援をしていきたいと考えているところでございますが、いずれにいたしましても、需要と雇用は守り抜いていくという観点からですね、対応をよく検討していきたいと思います。浜口誠君。はい、予備費の10兆円のうちの1兆円はですね、雇用、継続、そして生活支援、これで使うということはですね、明確に与野党間でも握っているわけで、こういったものもですね、最大限活用していただいて、本当に困っている方、必要とされている方をですね、こういった制度で一人でも多く救っていただくことをですね、重ねてお願いをしておきたいと思います。では続きましてですね、政府から支援を受けた企業のですね、株主への還元についてですね、お伺いしたいと思います。で、欧米ではですね、欧米の政府とか、あと中央銀行においてはですね、今回の新型コロナウイルスの経済悪化に伴いまして、政府から支援を受けた企業に対してですね、配当を禁止するですとか、あるいは銀行等に対してはですね、融資のための資本をですね、しっかり保つという観点からですね、株主還元の停止を要請されたりですね、しています。で、日本政府においてはですね、政府支援を受けた資金繰り等でですね、政府支援を受けた企業に対して、株主還元等の制約等をですね、求めていくのか、日本政府の基本的なですね、スタンスについて確認したいと思います。麻生財務大臣。これはもうそれでご存知のように、公的支援に伴って、配当の支払い等々を制限しているというのが海外に多いということは私ども承知をいたしております。で、一般に過剰な配当の支払いというものをやれば、お金が社外に流出するというのと同じことですから、従いまして、この感染症の影響への対応で、直接関係ないわけですから、この方に関しては、従って企業の自己資本というものの減少につながると。いうことになりますんで、融資の際にはそのお金が返ってくる償還の確実性というものが低下するということになる、なりうるということだとまずは最初にそう思います。その上で審査をお会いするにあたりまして、融資の実行がなされた後も、いわゆる日本公庫とか、なんですかね、政策投資銀行、政党銀行等々においても、これは適切にモニタリング、アフターチェック、いろんなものをやっているんだと承知しておりますが、今回、特にこの資本性の劣後ローンというのが、今回の法律は通していただいておりますんで、そういったことが供給されるということになった場合においては、当然のこととして、日本公庫等々が必要ということを認める場合は、これは融資をするという契約において、これ、一定以上の配当等々を支払う、制限して、これ、今でもしてますから、そういったものでありますんで、今後もそのような対応になっていくんだろうと考えておるところであります。浜口誠君。はい、企業のステークホルダー、利害関係者はですね、株主の方だけではなくてですね、従業員の方、あるいはお客様。あるいは仕入れ先、いろいろ多岐にわたってますので、ぜひ企業としてですね、社会的責任、すべてのですね、ステークホルダーにしっかり果たしていただくということはですね、非常に大事かというふうに思っておりますので、その点だけはですね、申し上げておきたいと思います。では続きまして、経済対策についてお伺いしたいと思います。資料の方ですね、資料3、ご覧いただきたいと思います。これ、いろいろなですね、経済指標をですね、一覧として示しております。例えば実質 GDP ですね、1、3月はマイナス年率換算で 2.2%、4、6月はですね、
20% を超えるマイナスになるんじゃないかというふうに言われております。また休業者数もですね、直近では600万人近い方が休業しているということですし、消費支出についてもですね、直近ではマイナス 11.1% とかなり落ち込んでます。でさらに自動車の販売、国内の販売はですね、消費税、昨年10月に上がりましたけれども、そこから8ヶ月連続で、対前年マイナスです。直近ではもう約半減、非常に厳しい状況になってますし、百貨店ですとか、首都圏のマンションのですね、販売の状況もものすごい落ち込みになっているというのが今の実態です。まあ、こうした状況を踏まえまして、総理の認識をですね、今の日本経済、後退局面に入ったと、まあ、そういう認識をした上でですね、いろんな経済対策、考えていく必要があるというふうに私は思っておりますけれども、総理のご認識をですね、伺いたいと思います。総理大臣。この新型コロナウイルス感染症のですね、この拡大によって、まあ、世界経済は戦後最大の、とも言うべき危機に直面をしています。我が国の景気も、まあ、急速な悪化が、続いており、まあ、極めて厳しい状況にあるというふうに認識をしています。まあ、当面はですね、こうした厳しい状況が続くと見込まれますが、まあ、事業と雇用を何としてもこれを守り抜いていかなければなりません。先週、第2次補正予算が成立をしたところでありますが、事業規模で230兆円、GDP の4割に上る、まあ、世界最大級の対策を速やかに実行に移して、支援を必要とされる方々に迅速にお届けをしていく考えでありますが、そしてこの100年に一度の危機を乗り越え、日本経済を守り抜いていきたいと思っておりますが、大変厳しい状況であるということを認識しております。浜口誠君、はい、まさに厳しい状況が続くということをですね、想定しながら、いろんなですね、経済対策も考えていく必要があるというふうに思っています。そこでパネルもう1枚ですね、資料4の1、ご覧いただきたいと思います。まあ、そうした中でですね、個人の方への支援ということでですね、やはり今後はですね、生活をどう下支えしていくか、そして消費をですね、支えるという意味でも、やっぱ可処分所得をですね、支えていくということが非常に大事だと思います。で、一般的な家庭で見ると、このパネルにあるようにですね、全体の収入のうちの8割ぐらいがですね、これ可処分所得で、2割ぐらいがですね、税金とか社会保険料の負担になっています。で、可処分所得を増やしていくためには収入全体をですね、増やしていく、さらにはですね、税社保を下げていく、こういうですね、取り組みが非常に大事になっております。で、そんな中で、我々としてですね、提案したいのは、一つは、定額給付金のですね、これをですね、非課税者の方、あるいは減税効果の少ない方には2回目のですね、定額給付金をこれ、支給していく。そして、その定額給付金のですね、対象でない方々については、所得税、住民税のですね、これ、定率減税、平成11年の時にもこの所得税の減税をやっておりますけれども、この定率減税をやっていく、でさらにはですね、減収の大きい方については、固定資産税ですとか、あるいは自動車税、軽自動車税、自動車重量税、こうしたですね、税について猶予ではなくて、もう一歩踏み込んで、減免というところをですね、やっていく必要があるんじゃないかなと。というふうに思っておりますので、ぜひ総理のご見解をですね、お聞かせいただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。まず今、ご指摘になったようにですね、大変厳しい状況の中で、国民の暮らしをですね、雇用を守るとともに国民の暮らしを守り抜いていかなければならないと思っております。で、1人当たり10万円の給付金については、まあ、現場の地方団体の大変なご協力をいただきまして、まあ、1ヶ月余りでほぼすべての地方団体が給付を開始をしまして、全国の3分の1を超える世帯に5兆円近い現金をすでにお届けをしております。前回のリーマンショック時の定額給付金に比べれば、まあ、格段に早く給付が行われていると思いますが、一日も早くお届けできるように取り組んでいきます。またですね、先般成立をした第二次補正予算においてはですね、国民生活にとって最も大事な雇用を維持するために、一番最初にご議論させていただいた雇用調整助成金、日額1万5千円という、世界で最も手厚いレベルまで引き上げました。さらに、また個人、労働者個人がですね、申請できる新たな仕組みもですね、創設をしたところでありますが、さらに困窮されている方々に対しても、低所得の一人親世帯への臨時特別給付金の支給、あるいはまた、住まいが不安定な方に対するアパート等への入居支援、あるいは住居確保給付金の支援、そしてまた、最大80万円の返済免除特約付きの緊急小口資金等の貸し付け、
など、重層的なセーフティーネットを用意をしておりますので、ぜひこれは積極的にご活用いただきたいと思います。あらゆる手立てを講じていきたいと、こう考えておりますが、10万円のですね、今、委員がおっしゃったある程度の、またある程度制限をしながら、再度給付すべきだというお話をいただきました。まずは我々今この給付金をですね、すべての国民の皆様にお届けをすることを最優先をしていきたいと。で、そしてその後どのように状況が変化していくかということについてはですね、しっかりと見極めながら必要であれば果断に判断をしていきたいとこう思っております。また税制等々、具体的なお話もいただきましたので、担当大臣からですね、ちょっと答弁させたいと思います。はい、高市総務大臣。まず特別定額給付金でございますが、全国の1741市区町村のうち1団体を除く1740団体でも給付を始めていただいており、各市区町村の職員の皆様には感謝を申し上げます。まずはこれ申請書が届いても返送していただかなければ給付されませんので、この給付の完了を目指したいと思います。それから地方税についてでございますけれども、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予できる特例の創設、また焼却資産および事業用家屋にかかる固定資産税など軽減措置の創設、それから自動車税、軽自動車税、環境性能割の税率の軽減措置の適用期限の延長などの措置を講じているところですので、まずはこれらの措置をご活用いただきたく思います。よろしいですか。税についてはですね、やっぱり猶予だけだとですね、翌年2年分払わないといけないんですね。これやっぱり負担大きいです。正直申し上げて、減収している方からすればですね、2年分まとめて払うということだとですね、やはりあまり意味がない。やはり減免です。減免ぜひですねお願いしたいなというふうに思ってますし、あと自動車税とか軽自動車税ですね、もうマスクは届かない、もう給付金の入金はない、でさらに持続化給付金も来ない。でも5月になったら間違いなく自動車税、軽自動車税のですね、納付書だけはポストに入っていると。どんな状況の中でもですね、来るんだなと、改めて税金の通税感をですね、多くの皆さんがですね感じたということを言われています。本当この状況をですね、やっぱりしっかり受け止めていただいてですね、ご対応いただくことをですね、改めてお願いをしておきたいなというふうに思います。それだけ、国民の皆さんですね、もう休業が増え、残業がなくなり、一時金も減り、ものすごいですね、減収になる方がたくさんいらっしゃると思います。だからそういう人たちに対してはですね、しっかり減税で、先ほど言ったように、可処分所得を支えるためには、税を下げていくというのもですね、大きな役割ですので、その点もですね、ぜひ今後の経済動向をしっかり見極めてですね、対応していただくことを重ねて求めておきたいと思います。では続きまして、企業に対してですね、パネルお願いします。資料4の2です。企業に対してもですね、まず持続化給付金ですけれども、やっぱりこれ、長期化、経済の悪化がですね、長期化するときを踏まえるとですね、持続化給付金、1回だけではですね、やはり企業持たないと思います。我々の提案はですね、もう四半期ごとに持続化給付金をですね、支給するぐらいのですね、備えが必要ではないかというふうに思ってますし、あと適用のですね、条件についても、やはりきついですね、今の 50% 減ではなくて、もっと緩和してですね、より多くの方がですね、適用できる要件にしてほしいなというふうに思いますし、給付上限額、限度額についてもですね、さらに引き上げていくことが必要だというふうに思ってますので、この持続化給付金のですね、さらなる拡充、これをしっかりやっていくべきだと思いますけど、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。多くの企業が大変苦しい状況にあることは十分に認識をしております。この条件の 50% というものは、今までに前例のない取り組みであるということで、そして、政策手段の総動員を超えた、対応であることも踏まえ、売上 50% 減を要件とさせていただいたところであります。そのほかにも、補助金、融資、課税の猶予等を含めた多層的な対応をしているところでありますが、事態の推移を見ながら、しっかりと連携をしながら考えてまいりたいと思っております。浜口誠君。はい、今回ですね、企業の方も観光業をはじめですね、公共交通機関、航空もそうですし、鉄道もバス、タクシー、非常にですね、大きな影響を受けております。そして単なるですね、
中小企業の皆さんにとどまらずですね、大手のですね、いわゆる雇用を大きく生み出している製造業、自動車産業ですとか、電気、鉄鋼、機械産業、こういったですね、大手も含めて、非常に影響がですね、拡大しているというのが今の実態だと思います。そういう点を考えればですね、2点目として、税や社会保険料についてもですね、これ、しっかりと支えていかないといけないと思います。で、税や社会保険料についてもですね、企業規模を問わずですね、大きく減収した企業に対しては、固定資産税、これはもう土地も含めてですけれども、固定資産税ですとか、自動車のですね、税金、自動車税、軽自動車税、自動車重量税、さらには航空機の燃料税、そして空港使用料、鉄道関係のですね、施設の貸し付け料、こういったものもですね、ものすごく負担にこれがなっていきますので、こういったものの減免はしっかりとですね、考えていただきたいなというふうに思っております。そして社会保険料もですね、これ企業の場合はですね、赤字になれば法人税は課税されないんですけれども、赤字であっても社会保険料の負担はこれ必要なんですね。非常に重い負担に正直なってます。で、とりわけ中小の皆さんにおいてはですね、赤字になったときには、これ雇用維持を条件に、雇用維持を条件にですね、社会保険料の減免というところもですね、ぜひ中小企業に対しては検討していただけないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。まず委員からもお話がありましたけど、社会保険料については、今般の新型コロナウイルス感染症に伴って、多くの事業者の方の収入が急減しているという状況を踏まえて、これ、税制における対応と同様に、無担保かつ延滞金なしで1年間、社会保険料の納付を猶予できる特例を設けております。で、今、免除のお話がありました。社会保険制度、ご承知のように、制度に加入している被用者を保障するための費用を、企業と被用者全体で納める保険料によって賄う、こういう仕組みでありますので、その保険料は給付との見合いで設置をされている、年金や給付との給付は継続して行っていかなければならない、また、これまでも赤字企業でも社会保険料のお負担もお願いをしてきたと、まあ、こういう背景もあります。したがって、納税猶予の特例により対応すべきと考えております。ただ我々今いろいろお話しいただいているのは、休業により所得が休業された方々の社会保険料、いっぺんにどーんと下がってた、ただこれ、通常下がる前のいわゆる標準報酬で適用され、これが通常の場合には3ヶ月間見て、ちょっと専門用語になります、標準報酬で2ランク以上下がれば下げますよという、こういう仕組みを持ってはいるんですけれども、ちょっと対応が遅いんではないか。急激に落下しているんではないか、まあ、こういう声もいただいているところでありますので、まあ、それらも含めてどういう対応ができるかということについては、中で検討させていただいているところであります。浜口誠君。はい、ぜひですね、税の関係、企業に対してもですね、本当に厳しいところ、増えてきてますから、しっかりとですね、さまざまな面で企業支援をですね、ぜひ政府にはお願い申し上げておきたいというふうに思います。では続きまして、パネル変えていただいてですね、経済対策のですね、一つとして、海外ではですね、環境重視、地球温暖化につながるですね、経済対策をですね、今回のコロナの経済影響に伴うですね、対策の中に織り込んでいる企業、国がたくさんあります。一例ですね、中国なんかで言いますと、電気自動車の購入補助、これしっかりやろうとしてますし、スイスなんかでは太陽光のですね、発電設備の助成金なんかを増やして、まあ、長期の視点で次世代のためにですね、今からもですね、経済対策に環境視点を織り込んでいこうと。いうことをですね、取り組んでいます。日本はその点がですね、非常に弱いというふうに思っております。したがって、日本においてもですね、エコカーの購入補助金ですとか、省エネ家電の購入補助、さらには省エネ住宅のですね、普及、そして再生可能エネルギーを普及させていくための取り組み、さらには各交通モード、航空ですとか鉄道とか船舶のですね、省エネを推進していくためのですね、支援、こういったですね、次につながるですね、長期的視野に立った経済対策もですね、しっかりやっていくべきだというふうに思いますけれども、環境大臣、いかがでしょうか。小泉環境大臣。浜口先生がおっしゃったとおり、世界の潮流は、このコロナからの復興と、脱炭素化の両立をさせていく、このいわゆるグリーンリカバリー、またグリーンリスタート、こういったことが主流だとは、私も同感です。そういった中で、
この4月の緊急経済対策には、コロナからの経済社会の再開と、脱炭素化の移行、これを明記をしています。そして先週は、環境省として環境白書を閣議決定しましたが、その中では初めて、今や気候変動は気候危機であると、気候危機宣言を行いました。そして安倍総理が今日先ほど答弁をされましたが、もはや温暖化対策はコストではないと、競争力の源泉であると、これを総理は2年前の未来投資会議からずっとおっしゃってます。まさにそれがこれから問われることになりますので、我々環境省としてはあらゆる手段を通じて、この日本版のグリーンリカバリーともいえる脱炭素化への移行、そして分散化への移行、循環型への移行、この3つの移行を進めて経済社会の再設計をしていきたいと考えています。具体的に一つ紹介すると、このコロナの影響で相当デリバリーと e コマースが増加をしています。でそのことを我々の環境省の本予算では、宅配のバイク、そして自動車、これに対する EV の支援、これを盛り込んでいます。特に今回は今まで日本には存在をしなかった交換型のバッテリーを世の中の中に設置をして、それを交換でできると、こういったことを進んでいけば新たな社会の景色にもつながりますので、こういった取り組みをしっかりと後押しをして、グリーンリカバリー、これをしっかりと進めていきたいと思います。浜口誠君、はい、ぜひですね、予算ももうもっとつけてくださいよ。もう予算少なすぎます。この1位2位の予算で見るともう100億ちょっと超えるぐらいの予算しかついてませんからね。この辺をもう少しですね、大臣頑張っていただいて、小泉大臣予算もつけてしっかりと環境にですね進めていくためのですね経済対策をしっかり織り込んでいただくことをですね重ねて求めておきたいと思います。じゃあパネル OK です。じゃあ続きましてですね、ウィズコロナ、アフターコロナの日本社会の在り方についてですねお伺いしたいと思います。まあ、これからですねコロナとどう向き合っていくのか、非常に日本社会としても大きなテーマの一つだと思っております。で今後はですね、日本の経済社会をより進化させたですね新たな社会にこうつなげていく、このことが非常に重要だと思っております。でその中で資料をですねお手元の7のところにも少し書きましたけども、やっぱりグローバル化のあり方とかサプライチェーンをですねしっかり検証していかないといけないと思いますし、あと社会や経済や行政や国会もそうですけども、デジタル化、これをどうですね進めていくのか、そして地方と国、東京一極集中というのもですねこれ見直していくこともですね非常に重要な視点だと思いますし、あと大きな政府を作るのか小さな政府をですね目指すのか、このですね自己責任と公のですね役割のあり方、こういったものもですね今後のウィズコロナ、アフターコロナの社会を考える上では重要な視点だというふうに考えておりますけれども、安倍総理のですね今後の日本社会の在り方について所見がありましたらお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。我々はですね、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大という経験を経てですね、この未来に向けた社会変革の契機として強靭な社会経済構造を構築をしていくことが大切だろうと思います。感染拡大を防止をしながら支援を迅速にお届けするという観点からも、オンライン化の重要性がさらに強く認識をされたところでありますが、迅速十分な支援の実施の観点から行政手続きのオンライン化を進めるとともにですね、遠隔教育やテレワークなど社会のあらゆる分野で遠隔対応を進めていきます。また今までなかなか進まなかったことがですね一気に進んでいるのも事実であります。その中でですね、このリモート革命が進んでいる中で、地方における暮らしの豊かさもですね、改めて注目を集めているんだろうと思います。テレワークが進んでいる、でこれは約半数の方は、これはこのまま続けていきたいと答えておられるという、今日朝のテレビのニュースでやっておりましたが、ということは、テレワークでできるということはですね、何も会社の近くに住んでいなくてもいい、つまり東京に本社があってもですね、遠くでもいいということになるわけでございまして、その中でより豊かな生活も求めることが今これ潮流になっていくんだろうと、こういうふうに思います。足元で20代の若者の地方への転職希望者がですね大幅に増加をしています、しているという調査もありますので、政府としても地方にこそチャンスがあると考える若者たちの背中を後押しすることで、東京一極集中の是正、地方創生にも取り組んで、この機会を生かして取り組んでいきたいと
思います。でさらに経済のグローバル化によってですね、生産の海外移転が進んだ結果、マスクや防護服など国民の安全にかかる製品について、今回は中国等からの供給量が大きく減少するという事態に直面をしました。このため保健衛生安全保障などの観点で必要な物資について、単なる価格競争力だけで左右されない安定的な供給体制を構築をしていきます。合わせて現下の世界的課題を根本的に解決するために、自国のことのみに専念するのではなくて、新たな国際秩序の構築に向けて取り組む必要があると思っておりますが、普遍的価値を共有する国々とともに新たな秩序を作っていきたいと思います。その中で小さな政府か大きな政府かということをよく言われるんですが、我々は単にいわゆるリバタリアンといわれる人たちが求めているような、ああいう徹底的にですね、小さな政府を作っていくということは、そういう方向は安倍政権では取っていないわけでございまして、市場主義につきましてもみずほの国の市場主義ということを申し上げているわけでありますが、大切なことは効率的で金利質のですね、行政を作っていくということではないかと、こう思っております。浜口誠君。はい、その中でですね、食料のですね、自給率、これは非常にですね、これからも大きな課題になってくると思います。今日本はカロリーベースで 37%、 ただこれからですね、いろんな感染症が広がってくるケースが出てくるとですね、やっぱり日本の食は大丈夫か、国民の皆さんも非常に関心高いと思います。今までの延長線上でですね、日本のですね、食料の自給率を考えるのではなくて、食の安全保障というですね、視点から日本の食料自給率のあり方向上をですね、これ取り組んでいく必要があると思いますが、その点を答弁は午後からいただくということで、それだけ質問させていただいて午前中終わりたいと思います。午後1時に再開することとし、休憩いたします。